それではですね、今日はジャック・サックス、ハマちゃんと黒田和志対談3号、3ということで、最後ですね、コンテンポラリー、ウェイン・ショーター、マーク・ターナーについてお話をしています。まあ、いっぱいいるんですよ、コンテンポラリーって言ったら、本当にたくさん素晴らしい人がいっぱいいるんですけど、まあ、この、今の、本当に今の若手のマーク・ターナーっていう人と、やっぱりもう、そうですね、今、現代のコンテンポラリーのもうやっぱ最高峰って言われるバンド、ウェイン・ショーター、カルテットなんないかなと思うんですが、その辺のお話をしています。それでは、動画の方、お楽しみください。はい、じゃあコンテンポラリーを、はい、やっていきましょう。はいはい、まあジャズミュージシャンがもう絶対取り上げるウェイン・ショーター、うん、これはやっぱりなんかやっぱこの人やっぱハーモニー感が特殊だよね。ああそうですね、そのショーターの作曲って、うん、まあ若い頃からこの人ってすごいたくさん曲作ってるんですよ。まあその、うん、アウトブレイキジャズ&メッセンジャーズの、まあ、音楽監督だったし、もちろんマイルスバンドだってそうだし、うん、で、まあ、最近だとそのウェイン・ショーター・カルテットってもうあの現代最高のコンテンポラリージャズバンドじゃないですか、うん、で生涯やっぱりずっと曲書いてるじゃないですかこの人、うん、まあいわばこの人オリジナルしかほとんどやってないんじゃないかなみたいな。そうね、うんうん、僕はそのショーターの曲って感じるのはすごくメロディーがキャッチーだと思います。ああ、まあ確かにね。で、やっぱ黒田さん言うように、ハーモニー凝ってるんですよ。で、それがもう絶妙って感じですね。うん、バランス感覚めちゃくちゃいいというか、ややこしい、小説数もややこしいしさ、だけど覚えれる、結構早く覚えれるの、この曲人は。そうなんです、そうなんです。やっぱりそのメロディーの断片が、印象的なんですよ、うん、どの曲も。うんうんうん、あの、ね、ナイトドリーマー聴いても、うん、イエス・オア・ノー聴いても、うん、もう最初のワンフレーズでこう入っちゃう。まあそうね。うん、ねあのじゃあ、あの最近のカルテットでマスカレロ聴いても、うん、あのモチーフが強力に残るから、ねうん、だから内容が多少難しくても、そのジャズ知らない人でもあれ大興奮してあのカルテット聞くんですよね。ねうん、わかるわかる、うんあれね。一緒に聞きに行ったことはないけど、まあ、僕、ウェイン・ショーターのカルテット来たら必ず聞くっすけど、うん、まあ、あの、ジャズファンじゃない人もこれすっげえ楽しめる内容なんですよ、うん。で、その辺がもうショーターはもう大のお手本ですかね。うん、確かに。なんか学生みたい、俺もショーターマン何回も見てるけど、うん、あのカルテット何回も見てるけど、やっぱり一番最初行った時泣いちゃったね。なんか、うん、あの、ブライアン・ブレードのなんかこうすごいこう熱となんかかと思えばすごいゴージャスなあのねあのピアノのダニーロ・ペレスのなんかすごい激しいことやったかと思ったらすごいメロディアスなことやるじゃんみたいな。そうですね。そうあのこうコントラストがもうなんか揺さぶられまくってなんか涙が止まらんくなってしまった覚えがあって、うん、まあ、でもあれはもう完全に集団即興っていうか芸術で、うん誰のソロ、誰のソロじゃないんで。うん、で例えば、ダニーロのソロのバックでショーターがピロピロピロとか吹いたりするじゃないですか。うん、これを悪く言う人もいるんですけど、うん、あくまで全員で一枚のキャンバスに絵を描いてる感じなんですよ。うん、だからなんかその、他人のソロの後ろでなんか、チャチャを入れてるっていうような風の聞き方じゃなくて、うん、やっぱ彼らが表現しようとしてるものはやっぱ、聞こうってする我々もこのあの広くて真っ白な心がないと感じ取れないところあるっすね、うんうん、なんかずっと4人がこうなんていうのかなあの4人は特になんかまあ俺はよく表現するときにこう音楽のこうリズムの層みたいな音楽のメロディーの層みたいなこうだって跳躍しといて次のメロディー吹くんだけどこの跳躍の回収は後でしたりするじゃん。あのそこがやっぱりあの、なんていうんですかね、グループの即興演奏っていうことをやっぱショーターすごい考えてると思うんですよ。一人で文を始めて一人で喋り終わらないっていうか、うん、うん、あの、常に会話が全員でやってる感じが出せるっていうのが目的なんじゃないかなと思うんですよね。ね、なんか、こう全員がこう、なんていうの、同時にいくつも喋ってて、なんかビッグバンドみたいな重圧を感じる時があって、なんか、ものすごくすごい。だから、まあ、
聞きづらいって思う人もいるけど、最初にウェインショーターカルテット聞くと、これすげえっていう人もいるのね、結構。あ、いると思いますよ。ね、あれは、なんか興奮、大興奮するしね、まあ、ライブフットプリンツなんか有名だと思うんだけど。いやー、すごいっすね、あれね。ね、あれはもう死ぬほど聞いたな、あれ。まあ、ウェインショーターも華々しい、マイルスのバンド、まあ、アートブレーキのバンドにいて、マイルスのバンドにいて、その前はファーガソンのビッグバンドにいて、みたいなね。で、まあ、その後、ウェザーリポートっていう、ね、やつやって、とにかくフュージョンとかも、まあ、大成功させて、まあ、本当にでもさ、この間大阪さんに教えてもらったんだけどさ、ウェイン・ショーターが、テレビ番組に出てて、テレビ番組の人が、ショーターさんは宇宙と交信できるんですってって言われて、ああ、できると思うって言って、で、サックスを、やってみてもらえますって言ったら、サックスを、ピロ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 って吹くのね。ソプラノを、ピロピロピロって吹いて、まあ、今のが宇宙の振動と一体になった音だよねとかっていろいろ説明してんだけど、その後コメディアンが、だからジャズは嫌いなんだよって言ってて、翔太何言ってんのみたいな。それはアメリカのやつ？え？アメリカの番組。アメリカのやつ。YouTube にも残ってて、めっちゃ面白かったけど、まあでも、もう本当にちょっと更新できるんじゃないかなって感じの人だよね。それ、黒さん、その URL、概要欄貼っといてください。ああ、ああ、前に、大阪と喋った時もあるから、多分あると思うんで。あ、そうか。ます。めっちゃ面白い。で、まあ、ショーター、まあ、ウェイン・ショーターのアルバムで言うと、まあ、ナイト・ドリーマーっていうアルバムとか、あともう一つ、有名なのが、スピーク・ノー・ビールかな。まあ、あの2枚はまあ、有名ですけど、ハマちゃんが選んだセカンドジェネシスですが、これ僕もちょっと聞いたことあったんだけど、今聞き直してみてめちゃくちゃいいね、このアルバム。このアルバムもそれこそ録音よし、うんうん、内容よしなんですけど、うん、まあちょっと埋もれてたアルバムなんですよ、これね。うんうん、で、60年に、まあ要は、なんていうんですかね、まあブレーキのバンドをやってた、うんうん、この前までマイルスのバンド行く、まあ、その直前というか、うんうんうん、まあ、移行時期というかなんですけど、うんうん、まあ、僕、このアルバムすごい好きなのは、うん、まず、ショーターの作曲が、うん、その、これまでの、まあ、ビバップ、ハードバップ、その、アートブレイキーのバンドに在籍してる、その音楽監督としての、その、まあ、ジャズのかっこよさの見せ方っていうんですかね。うん、曲作りっていうか、まあ、そのメロディーなりハーモニーなり、各楽器のそのフューチャーの仕方なりっていうのは、まあ、このアルバムも絶妙で、うんうんうん、で、なおかつ、その難解さに陥ることなく、うん、楽しいアルバムになってて、ね、そうなんですよ。で、僕、あとね、やっぱね、このサイド面の時のアートブレーキの素晴らしさな。うん、そう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 。めっちゃ来るんさ、アートブレーキに。割とこう、ブレーキってメッセンジャーズの時ももちろん素晴らしいんですけど、うん、まあ、例えばこのセカンドジェネシスしかり、ハンク・モブレンのソウルステーションしかり、うん、ブレーキがサイド面回った時の、うん、いやー、この的確なフィルインとかね。ねえ、なんか、荒れないんだよね。なんか自分のバンドって結構荒れるんだけど、そうっすね。楽しくなりすぎちゃってる感じがして。俺がさらに何とかしなきゃみたいなのがあると思うんですけど。うんうんうん、このアルバムはそういうのがないし。ね、あと、まあ、サムシングエルスもそうだしね。あ、サムシングエルスもそうですね。ね、すごい、余計なことせずにひたすら後ろでこうみんなを温かくこう、うんうん、支えてる感じがするよね、うん。ああいう時はもうブレーキマジで最高だなと思いますね。僕はなんか絵画に例えるとこう、なんかわかりやすいこう、特にこのね、ハードバップ時代のこのメンバーがいて、ショーターがこう、ソロコンテンポラリーに行こうとしてるじゃん。絵で言うと、ちゃんと輪郭描いてるみたいな感じなサウンドから、だんだんこう、輪郭描かずにこう、はみ出したりとか、こう、印象派のみたいなこう、光の線みたいなのをわーって描いたりとかし始める、ウェイン・ショーター、そういうのをやり始めてるけど、周りはしっかりこう、輪郭を整えてるみたいな感じが、ちょうどなんか絶妙にこう、コンテンポラリーに行ききらない感じの手前な感じが、なんか行こうとしようかなってしてる感じがすごくわかりやすくて、いいアルバムだなと思います。
なるほど。そのバランスはおっしゃる通り絶妙だと思っていうて、んうんうん。やっぱりその、まあ60年代って大きくジャズが、その、マイルス・バンドしかりですけど、まあ、なんていうんですか、変化していってた時代じゃないですか、50年代から60年代で。まあ、やっぱりこのメンバーって、その当時の、まあ、みんな中心メンバーだし、まあ、ブレイキンのバンドにいる人が多いですけど、このアルバムってたまたまというか、まあ、必然的にそうなんですけど、みんなが、その、ショータのやろうとしてることを非常にこう、理解してますよね。そんな感じがする。はい。そういう絵を、ね、さっき絵の話出ましたけど、ショータはやっぱりすごい映像であるとか、絵であるとか、その音楽以外の話をすごいする人なんですって。僕すごい好きな本で、これ表紙がなくなっちゃったけど、まあ、ウェイン・ショータの「フットプリンツ」っていああ、う持ってる持っインてる。タビュー、まあこれ結構有名な本ですよね。これ日本語訳も出てるんで、ぜひ読んでください。ウェイン・ショータはもうすごく、インテリジェントで、物静かで、知的であるし、すごいその、子供っぽいところもあったりとか、楽しい人だったんだなっていうのが、この本読むとわかるっすよね。そういえば浜ちゃんあれじゃん。モントルジャズフェスの時にショーターと同じエレベーター乗ったって言ったんだよね。ショーターと同じエレベーターに乗ったのは、ね、東京ジャズっすね。あ、東京ジャズか。僕はね、リー・リトナーのグループで出てたんですけど、あれって国際フォーラムであったんですけど、楽屋口からエレベーター乗ったんですよ、僕ね。で、一人だったんですよ。で、エレベーターで、行ったら途中で止まって、ウェイン・ショーターが乗ってきたんですよ。おお、ショーターだと思ったら、その後からハービー・ハンコックも乗ってきて、で、エレベーターの中3人だったんですけど、いや、さすがにね、ショーターだけだったら、絶対話しかけて写真撮ってたと思うんですけど、二人揃ったら、もうオーラがやばすぎて、もう話しかけることすらできず。でね、二人ともね、まあこう言っちゃなんですけど、そんな背も全然高くないんですよ。まあ、170あるなしぐらいな。で、まあもちろんおじいちゃんだし、けどやっぱね、ちょっと、オーラやばかったっすやばいよね。喋 りかけれんわ、みたいね。でね、まあ今すごい後悔してるけど、やっぱり喋りかけてこれもんで写真撮っとけばよかったなと。だってそんなことなかなかないんだもん。あの浜ちゃんがそれができないオーラ感っていうのはなんかわかる気がするいわ。や、僕ね、二人の凄さを知りすぎててできなかったですね。まあ、よりね。わかるわ。でもなんかね、同じ空間にいて同じ空気吸っただけで満足です。わ かる。いやー、でも、まあね、やっぱりミュージシャンの憧れだよね、ショーターって言ったらね、やっぱり、こまあ、もう、それはもう、天才ですよう。ね、やっぱり、やればやるほど楽しくなるもんな、ショーターの曲とか。ね。もう、なんていう、こう、どの角度で見ても、もう完成されてるとしか言いようがないですよね、この人はね。まあ、なんかその、フットプリンツ僕も読んだんだけど、なんか、アートブレイキバンドに入って、で、まあ、マイルスバンドに入って、いろんなことを経験していくときの話とかさ、なんか、あのショーターですらプレズと、要は、レスター・ヤングと会ったときは震えたりとかするシーンとか、めちゃくちゃ面白かったけど、でもやっぱすごい知的で、めっちゃ努力家で、なんかこう、芸術家って感じがするね、やっぱり。ね。まあ、ショーターなんかは今でもまだね、ご存命なので、皆さんまだこれからもアルバム聴いていただく。まだご存命だからね、すごいよね。時々もうツアーはしないだろうけどね、ニューヨークでは演奏してるのが時々 YouTube とか見るんですよね。でもまあ、もうこのご時世ですからね、まあ長生きしてほしいですけどね。
まあ、僕的にはまあ、まあいろいろいるけど、まあコンテンポラリーというか僕的にはマーク・ターナーかなと思って、でまあ2人でさっきちょっとね、いろいろお話しして、まあ、ヤムヤムってアルバムかインディスワールドっていうので、ヤムヤムっていうアルバムだとコルトレーンの曲やってたりとか、だけど、そもそもやっぱりこう、マーク・ターナーってどっちかというと、レニー・トリスターノとか、ああいうこう、クールジャズの方から来てるスタイルだもんね。そうだと思います。で、要はコルトレーンってものすごいジャズの歴史に大きすぎる存在というか影響というか及ぼしていて、まあみんなが大なり小なりコルトレーンのエッセンス絶対持ってると思うんですけど、そうじゃない世界を追求し続けてる人たちもまあいて、まあ、それ例えばリー・コニッツであったりとか、まあもうね、死んじゃいましたけど、まあ、ウォーマッシュもそうだったし。で、まあ、でもそれはもっともっと遡れば、パーカーなんですよ。パーカーじゃないやり方を、まあ、探したというか。でもまあ、当時、例えば、パーカーがいて、まあ、ガレスピーがいてとか、モンクがいてとか、レニー・トリスターノがいてとかって、まあ、例えば、トリスターノとパーカーって一緒に演奏してますし、で、みんなが、それぞれの、まあ、言葉というか、を、探して演奏してたんですよね。だからみんなすごいオリジナリティがあるっすよ。文句みたいに弾ける人いないじゃないですか。あんな作曲できる人もいないし、ないよね。ね、文句じゃないとあれ、なかなか認められなくないですかみたいな。あ、そうだと思うよ。曲たくさんあるっすよね。で、まあ、トリスターノもパーカーも、やっぱまあそういうことで。で、まあ、やっぱりそのパーカーからコルトレーンの系譜っていうのが、まあ、あると思うんですけど、マーク・ターナーはどちらかっていうと、トリスターノの系譜、ウォン・マーシュ・リー・コニッツ派の、まあ、サックスプレイヤーでありながら、まあ、当然、ロリンズであるとか、コルトレーンのエッセンスも、もちろん吸収しているっていう、スーパーハイブリッド奏者ですよね。このアルバムはまたこのレニー・グルーブっていうのが、まあ、ちょっとね、レニー・トリスタのレニーを多分もじってるんだろうけど、そうですね。一緒に何回かやったよね。やりましたね。非常に難しい曲です。めちゃくちゃ難しい。普通にやってるけど、5拍子なのに5の裏から1拍目みたいに聞こえるみたいな。ああ、そうですね。もうトリッキーですよね。ね、まあでも本当にすごい曲で、で、まあ、カートロ・ゼムケルとか、まあ現代系の人たちみんな入って、ブラッド・メルでももう機器として演奏してるもんね、これ。この頃一番、まあ、みんなキレキレでやってたニューヨークで、オールスターですよね。ラリー・グラナディア、ブライアン・ブレイド、ホルヘ・ロッシーね。いやー、まあ素晴らしい。まあこのアルバムなんか、これは意外とだから2人でもお話しして、初心者が聞いても、なんか難しいけど、なんかかっこよさっていうのは伝わるんじゃないかなって話をしてたんだよね。まあ、そうですね。マーク・ターナーらしさもすごくよく出てるし、かといってそんななんか聞きにくくもないと僕は思いますけどね。いや、さっき話してて、フライってドラムジェフ・バラードで、あれ、ジェフ・バラードバンドでしょ、あれ、確か。まあそうですね。ね、ジェフ・バラードと、ベース、グレナディアだっけ、あれ。グラナディアですね。ね、で、マーク・ターンのトリオでやってるけど、やっぱり、ハーモニーがないからさ、やっぱりこう、僕も、ビレッジヴァンガードで見てるんだけど、まあ、かっこよかったけど、やっぱり、色彩がやっぱすごい色が変わっていく感じがしないから、やっぱ長い時間聴いて結構飽きてくるというか、まあ、まあ面白いんだけど、内容はこうもう本当に知的なこといっぱいやってんだけど、やっぱりこう、ミュージシャンの俺たちが聴いてもちょっと結構なんか長く聴いてると大丈夫かなって感じになってくるもんね、あれは。僕はどこで聞いたの？ビレッジヴァンガードだったかな？ 3 曲目ぐらいで寝ましたね。まあ、まあ、素晴らしい、こう、アイディアから何から面白いことやってるんだけど、なんいか、や、やっぱり、だから、素晴らしいんですけど、なかなかちょっと我々でもキャッチし続けるのが難しいっていうか、まあ、僕行った時はすげえニューヨーク寒い時で、店内があったかくて、聞きたいんだけど寝落ちしたみたいなことなんですけど、でも確かにまあ、まあコード楽器がいた方がやっぱまあ、より分かりやすいかもしれないですね。具体的な、なんかやっぱりこう、ね、海外見に行ってもずっとなんか、
線一本みたいな感じだと、何を見ていいかわかんないからさ、やっぱりこう、なんかこう、やっぱ色彩がはっきりわかるやつの方が、最初はね、でも、そういうこう、スカスカなサウンドが好きな人もいるから、まあもちろん、それがダメだとは全然、もちろん、素晴らしい内容なんだけど、素晴らしすぎて僕らもキャッチするのしんどいもんね、やっぱり。ね、いろんな人におすすめするにあたって、マーク・ターナーの面白さとか良さとか、こだわってるところを聞いてもらうとなると、やっぱフライよりもこっちの方がいいのかなと思いますけどね。1曲ぐらいだったらフライもいいんだけどね。そうだと思いますよ。アルバム1本通すと結構しんどいかなって感じですね。いやー、でもまあ、こう駆け抜けましたけど、サックス、まあ、表面的なとこばっかだったけど、だいぶ面白かったね。喋 ると そうっすね。まあ、この流れで いや、もっともっとスポットライト当てたい人もいるし、まあ、それこそ黎明期の話ももうちょっとしたいなっていうのはあないる。な。ね。っていうのはあるんで、まあ、第4弾、第5弾っていうのも、またぜひ。まあ、ね。ちょっと、あとは、まあ、視聴者の皆さんの、こういうのはどうだっていうのも、ね、欲しいですあっね。たらいいですよね。面白いですね。結構いいね。僕は本当恵まれてまして、視聴さん、視察いい人ばっかりで、僕の動画って、よくないねマークが異常に少ないんですよ。ああ、なんかね、あれってついて回るじゃないですか。非常にありがたい、いい視聴者さんばっかりに当たってですね、好意的なコメントもいっぱいいただいて、なので、僕も勉強になるし、僕もね、すごい何もかも知ってるわけじゃないんで、結構間違えることもあるんですよ、結構。いや、そりゃそうですよね。もいや、俺らなんてね、基本いい加減じゃないですう。そうなんですか。よ。もうなんか、黒田和義って書いて、横にいい加減って読めるぐらいのね、ダメなやつとか読めるやつ感じだからね、本当は。ねえ、大体通常やってる時点で当てになんないって話ですから。そうなんですよ。ね、浜ちゃんがよく言ったけど、知能高尚、犬猫、ミュージシャンだからね。あ、それまあ、もう昔からね、僕が言ってたっていうか、いにしえからあるね。そういうことですから。まあ本当に、もう今日も犬の散歩してきましたけど、犬の方が偉いからね、うちは。まあ、そうですよね。でもまあ、いろいろ人に支えられて、でも、まあジャズってでも僕らこんないい加減だけど、やっぱりいい加減なりに一生懸命聴いてて、で、なんかやっぱやっぱりこう、僕もポピュラーミュージックもすごく好きで、何でもいろんな、こう、ジャンルやってるしね。この間、クラシックで、クラシックもやらせていただいて、ラプソディーインブルー、フルオケで叩かせていただいたりとかですね。なんかいろいろさせていただいてるんですが。まあ、でもいろんなことやってるけど、やっぱりジャズが好きでとどまってるのって、とてつもなくやっぱ感動したからなわけで、最初から僕もわかったわけじゃないし、浜ちゃんも最初言ってたけど、最初からわかったわけじゃないじゃん。全然ないですね。なんか全部同じ曲に聞こえるとか思ったし、みたあ、いな。思った。でもまあ、でも僕らが感動してそこに留まる理由がやっぱあるから、それをちょっとでも伝えたいなっていうのが僕のこのまあチャンネルの意向で、こうやってみると面白くない？みたいなのをいっぱいこう、あれこれチャレンジしてるわけでですね。もし面白いなと思った方がいらっしゃったら、お借りをしていただければ。前、大阪さんと司馬遼と3人で対談したんだよ。それもめっちゃ面白かった。もうね、話が終わらなくて。縛りを入れて終わらなさそうだね。そう。大阪さん、司馬遼のこと大好きなんだよね。だからもわう、わかかる。る、あの感じ、バランス感。そういえば大阪さん引っ越してきて、うちのすぐ近く住んでるんだよね、今。だからスタジオ立ててさ、いや、この間も犬の散歩してて、俺んちの前で会ってさ。本当。そうなんですよ。じゃあ、ぜひ一緒に飲みたいね。もうね、この状況が良くなればぜひですね。ぜひ。まあ、大阪さんもおいでよって言ってくれてるんだけどね。また、なんか、まあでも今、ズームで対談できるから、なんか今度どんどんやりたいなと思って、逆に今みんな暇なんですけそうですね。そういうのは面白いと思いますよ。なんかやっぱこういうの、俺たちにとっても勉強になるじゃないですか。でね、またその視聴者さんのなんか、コメントとか、意見とかもらったりとか、あとはこういうのをやってくれとか、リクエストとかあったら、それはそれでまた、ね、面白いし、勉強にもなるし、なんかね、やってみたいであすりね。がたいですね、こういうのはね。
いや、でも本当に YouTube やり始めていい刺激で、なんか自分も勉強するし、お客さんからこう、ね、いいコメントいっぱいいただけるんで、知らなかったこといっぱい知れるしね。非常になんか広がりが感じるんで、まあいいプラットフォームですよね、YouTube さんって本当にありがたく。やっぱりこれはもう、これからもう、いや、なんですか、まあ、急成長してるっていうか、もっともっとね、YouTube って重要なメディア、プラットフォームになっていくでしょうからね。それで、このパトンのすごいところは、まあ、世界中がつながれるってことですよね。で、我々と例えば、今までってこの場所に来なきゃ聞けなかったこととか話せなかった人が、まあ例えば僕が今、北海道の人も見れるし、長崎の人も見れるし、それってなんかいい意味でその時空を超えてね、皆さんとコミュニケーションできるっていうね、強みがあると思うんですいや、本当ですね。よね。まあ、ね、本当に見ていただいた方、ありがとうございます。またぜひ、浜ちゃんやりましょう。また、その部屋で セッションもしたいし、あ、そうもそう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 。まあ、本当に、ホームスタジオ来てください。う。大阪さんとかもう俺大好きだからさ、まあ、今日も、先週もなんかいろいろメールでやり取りしてたんだけど、またぜひなんかやりましょうって話をしてるので、今後ともまたいろいろやっていきましょう。いいっすね。遅くまでありがとうございましとんでた。もないです。楽しかったっす。めっちゃ楽しかったです。それでは、最後に、ジャズは管楽器の音楽ええなということでですね。何これ？僕はやっぱり管楽器、まあジャズは管楽器、まあピアノ取りも好きなんだけど、やっぱ管楽器入ると興奮するんですよね、やっぱり。それは、クロさんね、ドラマーだからだよ。ああ、そっか。ドラマーだからやっぱ管楽器いると盛り上がるでしょ。盛り上がる、やっぱり。そうなんですよ。だから、やりましょう。管楽器とやりましょう。では、今日はどうもありがとうございました。あ翔りさた。ん、どうも。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。